皆さんこんばんは、和道です。ただいまですね、2017年5月の12日、夜中の、0時27分です。心霊スポットに向かいます。行きまーす。こんばんは。じゃあ、行きましょう。怖え。ん？うん、こっち？オッケー。やばいっしょ、これ。事務所だったところみたいやば。な。やばいけど。え、これ、いや、足上の、は大丈夫そうなんでさ。上も抜けてるじゃでも大丈夫そうだ。ん。ああ。足元だけ気をつけて。怖。いろいろ相談しまくっジャスト独り占めって何あれ？ジャスト独り占めって何だろうこえ？何？れ。わかんないけど。大丈夫？死体とか出てこない？くるくる？見えてた、見えてるよね？みんな。見えてない？マジか。くるくる？画像途切れ途切れになるって言われんの。どう？みんな見れてない？ダメ？嘘。どれどれ？メゾン一角？メゾン一角？画像止おもまちゃる？がいっぱいあるんだ。なんで生き生きしてる人間に来ると生き死んでくると急に生き生きする生きする。まずここの人はメゾン一国が好きだったんなんだろう、電波がない。だね。電、建物の中だからってことかでしょ。な。一回出る。一回出ようか。電波また悪いの。電波悪い？どう？みんな。もうほとんどがランガランなんだオッよ。ケーな時はオッケーください。電波オッケーな時はオッケーください。ふわっちが、自体が重いの。このタイプだったのか。あー。1台止めはいて、はい。で、向こうから上に。階段登る。あー。で、今また平上がる気？か。そっから登るはいだったはいのはい。かな。これで階段でね。そっから登るだったんだね。あー。で、一部屋ずつあるみたいな。オッケー。あとは粗大ゴミ捨てに来てるみたいだな。ね。車のバンパーとかタイヤとか。ここすごいよ。不法投棄。ああ、電波弱えな、ほんと。タイヤだらけこれ心霊スポットじゃないでしょ、これ。タイヤスポット。これタイヤの不法投棄場所でしょ、どかこっもつタイヤ。こっちもタイヤ。って。ちょっと待って待って これ心霊スポットじゃなくてタイヤの不法投棄場所でしょ。どう思う、みんな、これ。ちょっと待って待って。電波と相談しながらだから。ちょっと待ってって。どこ行った？ここから上上がれこる。っから上がれんだ。唯一ここが体重が少ないから。ただ僕の体重じゃちょっと自信ないんで、和藤さん行俺っかて。ら？いいよ。電波が分かんないけど、上は窓開いてるから、多分電波入る。電波入る？途中ちょっとプツプツになるかもいや、しれもうない。この時点でね、プツプツなんだよね。ちょっと。う和わ、藤さんは怖っ！怖いけど、和藤さん。怖っ！なんかなっても和藤さんだからってことで。ちょっと待って、電波ねえな。ちょっほと待っら。て、電波確認だけ。いや、これ怖すぎるでしちょっと僕上がらして、さっき。ょ、今。ちょっと待って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 、電波が1。1？ 電波がないって。上がってみる？とりあえず。とりあえず上がっじゃあ、俺て。から行くよ。ちょっじゃあ1人ずつ上がろうよ。と待って。じゃあ、ローカーさんから行く？まず僕上がって。っていうか、確かめる土台を。
すごい早い。ちょっとさ、ロカさんさ、あのさ、あなた生主でしょ、ちょっと。あのさ、尺の問題とか電波の問題ちょっと気にしてよ。階段は大丈夫？いや、だから、電波がないと映らないっつうの、基本中の基本だから。ロハコさん。電波がないと映らないのは生主として基本中の基本だから。わかった、わかったよ。わかったよ。あ、でも体、しっかりしてるね。ねえねえ、匠さん、ここ写真撮ってほしい。うん、来てます。ちょっと、走りすぎ。早い、もう空気読めねえな。これどうする？撮影さ、録画でやる？もうプツプツで無理だよこれ。こっちこっち。いや、まだじゃあちょっとさ、電波のこととか。だから窓開いてるからさ。うわ。うわ、やば。やばこれ。スマホ出してもいいんだよ。やっぱ、ちょっと行ってみようか。うん。え、これ危ないよ。気をつけないと。あ、ほら、あの、ピンクグッズの自販機だ、これ。後ろにあるから気をつけて。映んないよ。え、何を？肌のとこ、つながる。うわぁ、しかも古っ。うわぁ、ガラス割られてんじゃん。これ何？え、ていうか、大理石なんだけど。うん。おもちゃ、感じなんだ。電波、みんな映ってる？怖っ。テレビジョン。なんかすげえな。布団、なんかビデオだらけなんだけど、何これ？怖っ。おじいらっしゃい。ちょっと場所はごめんなさい。最近特定中が多いんで。ごめんなさい、場所は。見えてますか皆さん。そうそう。前潰されたんで。企画を。おじい寒いか。ああ。やべえな。ここは電波問題ないのか。ここは問題なさそうだよね。見えてるかな？すげえな。ガラス、これ、やばいな。うん？なあ、ロハコさんさ、あなた生主なんだからさ。なんで？マジか。コップが山ほどある。コップ？あ、そうか、悪い。うわ、で、広っ。なにこれ、繋がってんの？上は。上は繋がってるんだ。こういうコップがぎっしり入ってる。あ、電波ゼロ、ここ。ゼロ。ね、ゼロ。中。いやー、え、たくみさん電波どう？これは携帯持ってきてない。あの録画の方がいいかもな、これ。これは録画で撮ったんだけど。ね。録画にしようよ。これだって配信の体になってないもん。いくら。ねえ。これ録画にしよう。ねえ、みんな録画でもいい？電波届いてたら録画でもいいか、ちょっとさ、これみんな見れないっしょ。録画でも OK だったらちょっと教えて。後日再放送っていう形で。どうですか皆さん。これちょっと、ねえ、無理だよね、電波悪すぎて。
録画でも OK だったら手を挙げてください。ちょっとタイムラグもひどいと思うけど、録画で OK だよって書いてください。これね、こんだけ素材、ロハコさん一回外出よ。一回外出よ、ロハコさん。録画で尺取りな、入尺、り口からは、ロハコさん入り口戻ろう一回。ロハコさん、もう一回来るから、ここ。ロハコさん。もう一回、もう一入り回口か撮りら。直そう、撮影し直そう。撮り直し。録画の方がゆっくり回れるから。これリスナーさんが楽しめないって。一回戻ろう。録画して後日再放送にしよう。その方が絶対楽しめるから、リスナーそれさん。はどっかですね。入り口から、あなた生主でしょ？もう何年やってんのよ。生主よりも霊が入ってるから。そのうち、だからもう、霊能力者の血が騒ぎすぎなんだって。エロだらけ。いや、分かったから、エエロ。ロ、もう大好き。エロと霊大好きだから、もうはしゃいじゃってる。ちょっとごめんなさい。戻りますね。入り口で入り聞く。口からだから、ロアコさん戻るよ。一人ずつ降りましょう、一応。危ないですから。オッケーオッケー。このカップラーメンで、潰しちゃったから置いといたみたいな。中入ってる、オッこケーオッケー。の階段は結構しっかり。そうだね、コンクリだね。鉄も。これダメだ。じゃあ一回戻ろう、入り口のところ。撮影し直そう。いや、電波がないからね、録画で撮影し直す。YouTube 用に。いいよ、一緒に行く？でも、YouTube とかに動画載せちゃうけど大丈夫？顔とか。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。